さて、これから東京スカイツリーナップ東京といえば駅。It's a part of your game. I can see through you every time. I'm not gonna play. 東京タワーに行きまーす。Old version of Sky Tree。で、もう電車で近くまで来たので、あとは歩いて行こうかなと思っております。Let's Welcome to Tokyo. 何回目？I was born in Tokyo. みーちゃん、生まれただけ。雨降ってる。おやおはーい。雨が降ってる。だけじゃない。でも、電車と歩くの時間は一緒。なんか屋根のところで行けない。あんまりどっさこさになったらさ、止まろうよ。あれが六本木通り。あ、どんどん雨降ってきて、結構屋根のないところがあって感じ。ここでも雨になってないんだけどね。じゃあすぐやむじゃん。港区赤坂市か。港区赤坂。赤坂。坂はきついの。何してんの？坂登れないっていうからみんなの。変な人たち。気づいたかい？見えてきたぞ。うん。大きすぎて。そちらへ。わかんなかった。かな夢の東京タワー。夢だった。スカイツリーってもずっと東京タワーのこと言ってたもん。スカイツリーって東京タワーって言ってたよ。やば。なんでこんなにびしゃびしゃになってるかというと、今雨が降ってます。まっすぐ。カメハウス日本旅は常に雨がついてくるのは気のせいでしょうか。気のせいですね。気のせいだ。もうすぐやめでしょうって言ってびしゃびしゃだね。あ、上にある。すごっ。光が見える。父さん、東京タワー2回目。あ、でも見た回数はたくさんあるよ。うん、うん、もう写真で、うん、おー。でね、東京タワーって登れる？周り上行ける？スパイダーマンになっちゃうよ。目見たいんだけど、目に雨が入ってくる。うえこんなにでかいんだね。すごい、東京タワーすごいね。行きましょう。行きましょう。中入れる。はい、着きました。東京タワー。ほほ、ちょっとお父さんだけ興奮してない。なんかえエクセリイエーイ。うるさわーお。So much. ガチャガチャ。さあ行きましょう。Are we gonna get a ticket? No. 前回スカイツリーは雨の中、なんと上から
絶景を見れましたので今回は上には行きません。これで行くのかな。かわいい、かわいいよ。めいちゃんいいよ、こういうのか。めいちゃんいい、めいちゃん、うん、作ってるのか。なんか行くのがいいな。これタワーでもなんでもない。鏡餅かと思った。ぬいぐるみだって、かっこいい。すみっこ暮らしの東京とは何か関係あるの？でもここ以外で見たことない。出たー、それ子供が欲しい時に言うやつ。ミネラルウォーター。立体パズル東京タワー。東京タワーとワインをコラボレーションしてる。東京タワーにはワイナリーないよね。シカキン、シカキンサイコロキャラメル。2階は面白そうだ。嫌わらないでください。同じとこに行ってください。おしゃれだねこれ、かわいい。作ってみたらいいかな。わーお、わーお、756円、意外と安いよ。これも入ってる。返せばいいんだ。なんかお父さんが思う感じ、スカイツリーのお店は若い子たちとか新しいデザインのものが多くて、東京タワーのお店は高島屋とか三越に入ってるお店みたいな感じ。ちょっとこれからの旅のとある手土産にこれを買っていくことにしましたね。あ、はい、じゃあお会計をしてください。おかしら、よよよよ。さあ、それではこれからお昼ご飯に行きたいと思います。イエーイ、ラストハンギー。なんとなんとなんとラーメン行こう。それでこれから行くラーメン屋は天来軒というお店で、前から行きたかったお店なんだけど、ルナシーのあれ誰だ、ドラムの深夜がプロデュースしたラーメン屋さんなので、そこのお店に行きます。この周辺にはいくつの坂があるんですか？何個か知らないけどいっぱい。坂を登らずして移動はできない。以上。おしゃれじゃん、チャーチ。滑り台がある。ワールスライドになってたらウィーっていける。滑り台じゃないよ。知ってるよ。でももしワールスライドになったらさあ、到着しました。そうです。見てます。まさか。見たので待ってました。見て、すごい。
今から食べに行こうかなと思って。私も行く。あ、そうですか。どうぞどうぞ。なんと視聴者さんがいらっしゃいました。じゃあ行きましょう。天来軒聞いてこようか。ビーフバーって書いてます。え、そんなに変なの食べた方がいいの？台湾マグソバ変じゃないでしょ。チーズそばだよ。チーズラーメンってことで。じゃあマミそれ行って。だから変じゃん。父さんこれ行く。カレーうどんみたいなもんじゃない。よーすげかな。これはい、はい、はい、釣りください。奥行っていい。真ん中のこことこっち。 ありがとうございます。すごい。あと1週間ちょいで。結構ですね。さっき書いてる。近くなんですか。あ、すごい遠くて都内にちょっと来る用事があってさらに来てるみたいな。そうなんです。倉島というところなんですけど、東京から船に乗って7時間半かかる島なんですけど、浜松町に桟橋があって、そこから船が出てるんですけど、イルカと泳ぐツアーだった。イルカは、あの、夫が先に仕事で移住してて、で、そこで知り合って、私がさらに後から来て、はい、味噌ラーメン醤油全部のせ。お母さんが持ちました。これがチーズキーマ、油そばみたいな感じの汁なし麺に似てる。すごい楽しみ。いただきます。いただきます。いただきます。せいがよくこうやって、せいが嬉しいときにこうやってやるから、それでみんなでせいがいただきました。マミのとスイッチしました。これがチーズキーマバレー味がする。なので青いお茶です。薄いのに深い味がする。おいしい、おいしい。麺にコシがある。あとあったかい。オーダーマーベレットホットです。マメス超美味しい。あれ美味しい。ただもう出せばよかった。お父さん美味しい。ちょっとちょうだい。辛い。どれ。お母さんに出せ。おいしいね。はなちゃんたちと一緒にラーメン食べてるし夢みたいな。ミランダさんも、カメハウスに一緒に行ってて、ぜひ見て、もしカメハウスに会えたら、ワオブに会うより嬉しいかもしれない。ミランダさんは今日は見てないんだけど、こうやってでもグラグラ歩いてて、視聴者さんに会ったの初めて。まあ私は今日はもう狙ってきてたからね。あそこに立ってた日はずっと待ってたんですか。開店前から待ってて、お父さんいつ来るか分かんないから開店前からあそこに待ってたの。10時台後半ぐらいからそこで待って。で、会えたって言ったらあれずるいって言われるかな。でも後で報告楽しみにしてるよ。ありがとう。一番多いのはやっぱり、まあ、夏のが多いかなって感じですね。いや、ぜひ次回帰ってくるときにはちょっと予定入れようと思います。チラチラ貸し切りするって言ってました。予定通りに行かない島で、その船が欠航したりとか、まあ、海が荒れてしょっちゅう中止とかにもなったりするから、ちょっとそういう日程とかが結構余裕があって、毎日ぐらいいるのが別なんですよね。そうね、普通のものは大体1泊か、向こうでは1泊から2泊ぐらいが多いんですけど、で皆さん、夜の船に乗って、朝食いて、でその日やって、次の日もやって帰るか、もう1日泊まって、次の日に帰る。はい、シェファニーはそういうんですけど、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。申し訳ない。
おすごい、よかった。美味しかったです。美味しかったです。天来軒ルナシーの深夜プロデュースのお店、美味しかった。カナのやつは特にエビの香りがすごいしてたね。で、味噌も味噌の味が強いんだけど、さっぱりした味噌、ゴスゴスしてなくて。で、何よりお母さんのチーズキーマラーメン、台湾まぜそば、カレー味のラーメンが美味しかった。美味しかった。ゲリラ訪問にもかかわらず視聴者さん来てくれて、あ、押してないですよ。はるばる三倉島、三倉島、八丈島に行く手前、7時間かかるところから視聴者さんにもお会いしました。おー、あー、びっくりしたね、さや。なんか概要欄に載せておきましょう。あの、全員で行きましょう。ということで次のところへ行きましょう。芋だらけ、うん、芋お菓子だらけ。あのデカフーちゃん持ってる人やっぱいっぱいいる。あれ日本人なのかな。すごいなんか雰囲気があるね。どこも、うん、兄ちゃんどこ行った。もらったの。メイだ。でっかいフーちゃんがあった。あとここね、うん、あのジョーにね、自分で好きなお菓子を詰めていくの。